はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回はウイスキーですね。はい、久々にウイスキーということで。今回は、ホワイトホースですね。これもかなり有名なウイスキーなんですが、値段が1080円だったかな。で、グラスがついてきたんで、まあ、これグラス目的で買ったようなもんということでもないんですけど、まあ、グラスに釣られて買ったという、ね、安定の、です。もうグラスがあれに余って、ちょっと大変なことになってるんですけど、どうしようかな。ここに書いてあるんですが、花や蜂蜜を思わせるフレッシュな香り、まろやかさ、ドライさのバランスが取れた上質な味わいということで、書いてあります。ほんとやべえんだよな。グラスが大量にあってさ、なんか無駄になんか、買いまくってる気がする。グラス。よいしょ。お、なんか、入ってる。なんかよくわからんの入ってますね。ホワイトホースファインオールドという名前みたいですね。これね。正式名称。1980年、アイラモルトのラガブリンを核に35種類以上の原酒をブレンドして作り出されたスコッチウイスキー。120年変わらぬまろやかで上質な味わい。ロックやハイボールでどうぞ。原産地、スコットランド、括弧イギリス。アルコール度数40度。これはスコッチです。で、キリンですね、メーカーは。ああ、これか。キリンで有名なの、フォアローゼズ。と、IW ハーパー。ハーパーさんもあれですね。有名ですね。あと、富士山麓。あとは、ジョニー・ウォーカー。と、J&B レア。これ飲んだことないな。ジョニー・ウォーカーも飲んだことない。ぜひ飲んでみたいです。あと、ハーパーさんも高いですけど、飲んでみたいですね。ハーパー美味しいっていう人は結構いるみたいですけどね。あとは、富士山麓。これも飲んでみたいですね。アルコール度数50度。ね。ことです。はい。ということで、特に、ね。まあ、スコッチか。俺、スコッチが苦手なんですよね。何飲んだんだっけな。一番最初にスコッチ飲んだのが、何だったか忘れましたけど。ね。まあ、ホワイトホースということで。なんだこれ。馬ですね。馬の絵がついてるのが特徴なんですか。まあ、いっか。洗わなくていいか。ちょっと洗っておきたい気がするんで。まあ、いいや。知らん。知らないよ。まあ、ストレートでいただきたいと思います。はい。そんじゃ、乾杯。ホワイトホース、なんか後ろに、これなんだこれ、ディスカバーウイスキーと書いてあります。どういう意味なんだろう、わかんないけど。グラス結構でかいですね。強烈だ。ああ。なんか、角瓶っぽい味がしますね。
これ角瓶だわ。あー、だからこれ俺苦手なのか。スコッチまずいんだよなぁと思ってたんです。以前俺スコッチ飲んでその嫌いになったんですよね。で、忘れた頃に今飲んでるんですけど、あー、角瓶だわこれ。うん、角瓶の若干弱いけど、結構角瓶の味がする。あ、これダメだ。まずい。何回も言ってますけど、角瓶は大嫌いなんですよ。うん。あのね、くどい上になんかスパイシーな香りがして、なんか、むわーってくる。なんか、まずい。これ、スコッチはダメだな。うん、再確認。わかった。スコッチは、角瓶の味がする。黄色角の味がする。うん。これダメだ。ハイボールにしてこれ飲もう。まずいから。まずい、ウイスキーはハイボールにして飲む。これが俺の、あれですね。消費の仕方です。まずい、ウイスキー。うん。でもね、このグラスは結構、丸みを帯びてて、なかなか、うん。まあ、悪くはない。ただし、まずい。まずいな。これはまずいな。オッケー。もう多分スコッチはもう二度と買わないでしょ。ああ。このなんか、ピキッとくるなんかこの、味わい。このなんか、わかんねえよ。で、なんかね、匂いが強烈ですね。強烈っていうかなんか、すんげえなんか、香りがいろんな意味で強い。変な意味で強い。悪い意味で強いですね。うん。うわぁ。スコッチってこれどういうあれなんかな？だってさ、一応角瓶もさ、あれじゃん。ジャパニーズウイスキーでしょ？スコッチと、何がどう違うのかいまいちわかんない。現在のイギリスでは、口述の通り2009年ウイスキー、スコッチウイスキー規則により定義されている。麦芽を乾燥させる際に燃焼させる、データン、過去ピートに由来する独特の煙のような香り、過去スモーキーフレーバーと呼ぶ、が特徴の一つだが、銘柄によってこの香りの強さはまちまちである。ウイスキーはイギリスにとって5大輸出品目の一つであり、その輸出規模はおよそ200カ国。日本円にして6000億円を数える。書いてありますが。多分俺がこの嫌いなのはこの、いわゆる、ピート香。独特の、煙のような香り。スモーキーフレーバー。が、俺は苦手なんだと思います。だからね、スコッチっていうのはね、実はですね、他のウイスキーに比べるとかなり規則が、法律で決められてるんです。どう作ったらどう作って、どう作らないとスコッチと呼ばないっていう。
うん。他のには多分ないです。多分ね。結構厳しいんですよ。だから、確かね、何年寝かせるとかもね、あれなんですよ。スコッチの、あれには決められてるんですよ。っていうのを俺は知ってます。あ、書いてありましたね。定義。イギリス北部のスコットランド地方で蒸留熟成させ、されたウイスキーの総称。定義としては、穀類を原料として酵母により発酵させ、アルコール分95度未満で蒸留し、キダルで最低3年以上熟成させたもの。かっこスコッチウイスキー法という法律があるみたいですね。となっていると。つまり最低でも3年以上熟成させないと、スコッチとは名乗れないということです。つまり逆に言えば、ね。まあ今逆に言えばって言ったけど、ちょっと思い浮かばなかった。逆に言えば、つまり3年以上寝かせ、例えばクソ安いスコッチでもね、クソ安いスコッチ、1000円しない、800円とか、そんぐらいのスコッチでも、一応スコッチという名がついていれば、最低3年は熟成させられてるということ。つまり、結構、コスパ的には高いんじゃないかと。ね。コスパっていうかね。まあ、まあ、うまさは俺嫌いだから、まあ、あれとしても。うん。だって、他のさ、ジャパニーズウイスキーとかなんてさ、1年寝かせただけでも、もう、はい、終わり、ということでしょ。別に、ジャパニーズ何の連だから。なあ。どんなに薄くても、樽の味が全然しなくても、ジャパニーズウイスキーと名乗れるわけですからね。やっぱそれでかいです。でもこのスコッチウイスキーっていうのはかなり、ウイスキー、五大ウイスキーの中でも個人的にはかなり有名な部類です。うん。まあ当然か。俺が前言ってた、バランタインファイネス飲みてえなとかって言ってたけど、あれもスコッチです。ので、買うのはやめます。きっぱり。やめます。バランタイン30年が、19,500 円とかって言って、安いなーって言ってたんですけど、買わないです。あと有名なんだと、ボーモアとかは、ラフロイグ、ザ・マッカラン、あとオールドパー、あとなんだ。あれ？あ、シーバスリーガル。これ有名ですね。シーバスリーガル。うまいぜーとか言ってね。なんか、シーバスリーガルうまいぜーみたいな言ってる、なんか生主がいましたけど、ね。
まずいです。知らないですけど。まあ、スコッチですからね。まあ、俺は、買わないですね。スコッチウイスキーランキングの、楽天市場だと、なぜか1位が、スコッチウイスキーランキングなのにですよ。意味不明なのが、なぜか1位が、ハマキになってますね。これは何なのか。しかも価格が1万1000円とかいう、バカ高い。ハマキかよ。関係ねえじゃん。で、第2位がアートベック。10年。3位がラフロイグ10年。4位がシーバスリーガル18年。5位がグレンフィデック12年。うん。となってますね。うん。まあ、やっぱり、個人的にウイスキーで一番美味しいかなと思った、その、分類、五大ウイスキーの中だと、まあ、大体安定なのがジャパニーズ。まあ、角瓶もジャパニーズですけど、あれはまずいです。が、基本的にジャパニーズは美味しいですね。あと、だって、スコッチ、アメリカ、アメリカも美味しいですね。いわゆる、なんだっけ。いわゆるアメリカンウイスキー。アメリカンがなんだっけ、あれ。ん？アメリカンウイスキー、別名。バーボンですね。バーボン。バーボン美味しいですね。あとは、アメリカンと、スコッチ、アメリカン、カナディアン。カナディアンはあれか。カナディアン。カナディアンクラブ。あれはあんまり、まあ、スコッチが美味しいです。うん。カナディアンに、あとは、あ、じゃ、ん？スコッチ、ジャパニーズ、アメリカン、カナディアン、うん。あと一個。スイスだっけ？あれ？違う、スコットランドの近く。スコットランドの近くだった気がする。スイスじゃないよな。スイス？あれ？スコットランド、忘れた。五大ウイスキー。世界五大ウイスキー。なんだっけな、もう一個。あ、アイリッシュだ。アイルランドですね。うん。近いですね。スコッチと、スコットランドとすごい近いです。アイリッシュウイスキーは高いです。基本。基本的に高い。うん。うん、基本高い。で、結局未だに飲んだことないんですよね。アイリッシュ。アイリッシュの、まあ、超有名なんだ、タラモアデューってやつですね。基本的にアイリッシュウイスキーっていうのはね、1000円以下はないです。どころか、1500円以下がないです。俺が見た限りだと1600円ぐらいのが、やっとあるぐらいですね。うん。うん。
ああ、まずい。にしたってまずい。今度買いたいですね、タラモアデュー。日本のウイスキーの海外の、での評判。サントリーの山崎18年に関してはシングルモルトウイスキーのキングの称号を与えてもいいと思う味だったな、と言っております。サントリーの山崎18年が1万円ぐらいにするのかな、これな。値段。16000とかですね。高い。高いです。高いです。やっぱり多分、スコットランドのスコッチは、ピート校。これがまずい。ということが分かった。日本だとスモーキーフレーバーは控えめ。らしいです。ただ、多分、スモーキーフレーバーが、強いのが、おそらく、角瓶ではないかと。間違いなく。間違いなく。ああ、まずかった。これどうしようかな。まあ、角瓶が一つ星とすると、これは二つ星ですね。まずい。けど、角瓶には及ばないな、と。まずさが。まあ、まだまだ、角瓶の手も足も出んな、感じですね。いかに角瓶がまずいかわかるね。これを飲むと。あ、確かにまずいんだけど、まあ、まだ飲めるレベルだなーっていう。ね。天下のスコッチも、ね。あれですね。日本の角瓶にはかなわないの。まずさ。ということで。ね。ズダボロを言ってますけど、ね。角瓶は好きな人かなりいますからね。日本だとね、確実に。かなりいますんで。かなり喧嘩売ってますけど。まあ、中にはこういうね、まずいっていう人もいるんだよ、ということでね。ということで、二つ星です。ご視聴ありがとうございました。